はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、またね、あれですよ。プリン体ゼロと糖質ゼロの発泡酒。今度はサントリーの美味しいゼロというやつですね。アルコール度数5%で発泡酒。天然水100%仕込み。原材料が麦芽とホップと糖類と醸造アルコールと香料と酸味料とカラメル色素と、苦味料だって。初めて見たんだけど。苦味料。苦いって書いて、味って書いて、料理の量。で、甘味料。と、クエン酸 K。と、炭酸ガスと。多いな、やっぱな。麦芽使用率25%未満って書いてありますね。まあ、これはあれでしょう。まあ、結局、発泡酒だからっていう。ね、税率的な意味で。まあ、どんなものか。まあ、大体味変わんねえと思うんだけどな、大体。でも、今んとこ朝日が一番うまかったな。朝日のが一番うまかったですけど、なんか、これもなんかやっぱり変な味するな。一度は食べていただきたい燻製チーズ、またいただきましょう。乾杯。なんか、やっぱりなんか、ゼロのオールフリーの系列の味がする。なんか、うまくない。なんかうまくないんだよな。なんか、せっかくいいつまみを食べてるのになんか、このつまみがもったいない気がしてきた。なんかもったいない。別なの食べよじゃん、チートス。これも結構俺好きなんですけどね。安かったんで。60円ぐらいです。チーズ味。ジャパンフリトレー株式会社。おいしい。これあれですね。カールのチーズ味に味が非常に似てるけど、スティックタイプだから食べやすい。美味しい。なんたってあれだもん。一度は食べていただきたいシリーズ。300円もするもん。高いよ。さすがに。しかも別に大してうまくねえし。この燻製チーズってやつ。しかもこれさ、関係ねえけど、チーズって基本的に冷蔵庫保存じゃん。でもこれ冷蔵庫保存じゃなくて常温保存なんですよ。できてるんで。やっぱね、そういう意味でやっぱり新鮮さ的な意味だとやっぱり、これは劣るよね。
通常の冷蔵庫に、保存されてる、売ってるチーズに比べると、やっぱり新鮮さがない。美味しいゼロ。全然美味しくない。うん。美味しくない。美味しくないです。まあ、ダブルゼロだっけ？あれ？プラチナ？ダブルだっけ？キリンのやつよくは美味しいです。若干。ただ、50歩100歩ですね。全然。全然。50歩100歩。変な味がする。なんか変な甘さは、香りとなんか、私有対決、違う、私有決する、プリン体糖質ゼロ、発泡酒3社投入と、アサヒビール、キリンビール、サントリー種類の大手3社は2日、プリン体と糖質がゼロの発泡酒を一斉に発売した。うん。これちなみに、札幌はもうもともと発売してたんですよ。ずいぶん前から。つまり、札幌のパクったわけですね。札幌のやつをパクったんです、こいつら。先行した札幌ビールの極ゼロは、第3のビールから発泡酒にくら替えしても売れ行きは好調。へぇ。こんな売れ行き好調なのか。いや、味がうまいかもしれん。極ゼロ。いや、俺前に飲んだ気がするんだけどな。第3のビールの時は飲んだ気がするんだけど、これ。気のせいだったかな。なんていうのこの、オールフリーの味？全部ゼロのやつの、ビールあるでしょ？あれの味がするんだよね。なんか、変な香りっていうか、酸っぱいような香りっていうか、臭い味っていうか、臭いっていうかなんか、なんか、うん。なんかおかしい。おかしな。おかしな国のおかしな。まあいいや。今度久々に淡麗生とか飲んでみようかな。発泡酒。
まあ、オールフリーですね。味はもうオールフリーです。一言で言うと、まずい。臭い。なんか、臭い。なんか臭い。やべ、このチートスうめえな。チートスうまい。うわ、まずい。次回は、極ゼロで、これの先駆けとなった。ね。極ゼロ行きます。札幌極ゼロ。甘みとか香りとかなんてほとんどねえから、こんなのは、ね。こんなんはダメです。そういえばあれだ。これ買うんだった。買わないといけない。新しい。ペンが当たる、いや、ペンは関係ねえか。多分これ土台、各部分の土台がもうなんか、おかしくなってんだ、多分。100均で買っとくよ、今度。消えねえんだもん。だって。おかしいよね、消えないって。なんでこれ消えねえんだよ。なんなんだよ、これ。うわぁ。なんで俺、こんなことしなきゃいけないの？ホワイトボード買ってこよ、今度。ホワイトボード。ね。多分ね、ずーっとね、これ書いてね、ずーっと放置しとくとね、乾いてね、取りにくくなるんだが、多分。ということで、2222です。ゴミ。ご視聴ありがとうございました。